皆さんこんにちは、リクトです。今回ですね、毎週やらせていただきます、こちらの作品、機動戦士ガンダム水星の魔女シーズン2の感想動画を撮っていきたいと思います。というわけで、今回昨日ね、5時より放送になりました第5話の正直すぎる感想、一切忖度ない感想をいつもらっしゃいまして、コメントありで話していきたいと思います。というところで、水星の魔女、皆さんどうでした？まあ、昨日ね、僕は実はリアタイ久しぶりにしなくて、どうしてもやらなかったもんですかね。まあ、鬼滅の刃はどうしようの時まだやってなくて、水星の魔女が面白すぎたみたいな、グエル君がかっこよすぎたみたいなね、まあ、話題結構上がってましてね。で、ツイッターのトレンドは見てましたけれどもね、水星の魔女しっかり1位取って、グエル君とか、スレッタとかね、ミオリンとかしっかりトレンド入りまくってて、めちゃくちゃ盛り上がったんだなと、思いながら、なんか YouTube とかね、僕も動画上げようと思って、まあ、他のチャンネルとか見てみたら、なんか、今度グエ客の次はスレ客かみたいな、スレッタが全部失ったみたいな、なんかね、すごい話が上がってて、もうなんかもう何も見てなくてもすごい情報入ってくるなと思いながら、まあなんかそんな感じで見るのもね、まあある意味すげえ久しぶりだったんで、まあ、そんな中でもぶっちゃけ、まあ、どうだったのかというところで、まずネタバレなしの感想、結論から入っていきたいと思います。ガンダム水星の魔女2期5話見させていただきまして、ネタバレなしの感想、結論としましては、正直ですね、グエル・ジェターク、君が主人公だというところ、ちょっと面白すぎない？水星の魔女さ、いや、一期の最終回が下手したらピークになる、なるかもしれないぐらいやばかったわけですよね。ちょっと二期さ、面白すぎない？ちょっとやばくない？もうなんか、もうなんかひたすらに面白いというか、今回、まあ、前回同等みたいな話もあったけど、やっぱ今回の方が良かったかもしんない。ちょっと泣いちゃったもん。ってかグエル君かっこよすぎてさ、もうしびれにしびれたね。もうネタバレなしの部分はね、もうグエル君かっこいいぐらいしか言えないですけど、もうスレッタね、やばい、ちょっとやばい展開としてもね、もう目が離せなすぎる。で、まあ来週が総集編というところでね、もう待てねえよって人もいるかもしんないけど、待てますって。みんな覚えてる？あの地獄の、もう血染めのエフィーとかトレンド入っちゃう、もうありえないやばすぎる最終回見てから僕ら3ヶ月待ってんすよ。もう楽勝だよ、1週間で。一瞬。待ってません。はい、ということで、すごかったな、本当に。ちょっとマジどうなっちまうんだっていう、すごい続きも気になる展開だったんですけどもね。はーい。まあ、キャラの魅力もそうだし、話もね、結構難しいって話がね、前回ぐらいに上がってたんですけれども、前回と今回のこと、全然分かりやすかったね、話も分かりやすかったし、うまくね、なんか、あんまり悩みが難しいね、感想がね、ちょっと、ガンダムもどんどんこう話がね、こう複雑化してきてるところもあるんでね、あんまり言うともうすぐネタバレになっちゃうんで難しいんですけど、うん、まあ、とりあえず、キャラの魅力も出まくったし、展開としてもね、うわ、マジかみたいな、まあ、地獄といえば地獄だしね、はい、見せ方もすごかったし、やっぱクオリティもね、非常に高いなと思いながら、見させていただきました。いや、こんだけのものを見せてくれるんだったら、1週間ぐらい延期しゃあねえって思っちゃうわ、これは。うん、で、まあ、前回のね、最終回、まあ、一期の最終回も結局年明けにずれ込んじゃったわけじゃないですか。うん、で、なんか当初はね、残念とか言ってましたけど、でも放送を見たら、よかったと、むしろこんなクリスマスで見たら、僕らはどんなクリスマス、年越しを迎えればよかったなって言ってたんで、そういう意味ではね、今回も、まあ、例えば、まあ、7月とかにね、ずれ込んじゃうかもしれないですけど、よかったってなるかもしれないんでね。やばいね、これ。ちょっと面白すぎるわ、これ。絶対見た方がいい。もう水星の魔女。結構ね、やっぱ、見てない人も結構いてね。うん、本当に、初見でもガンガンいけますから、これ今更言うのかって感じだけど、もう一期の時もずっと言ってんだけど、まあ、初見、僕全然ガンでも初見ぐらいにしたんだけど、めちゃくちゃおもろい、本当に。すごいね、ほんとこんなおもろい。相当やっぱガンダムらしさも出ながら、うん。もう目が離せない毎週、うん、いやちょっとグエル君はすごいわ、うん、今さこれグエル君やべえって言うじゃん、最初見てみびっくりするからえみたいなえってこれがあの人気キャラグエル君ですかみたいになると思う。ちょっとねすごいな、これはすごいなマジで。もうちょっと早くネタバレで語りたいんで、この辺ネタバレなしの感想しますんでね、マジで見てくれみんな、5話まず見に行きましょう。はい、っていうとこで、マジで一瞬また飽きますけど、続きも気になりすぎるというとこで、ネタバレなしの感想を以上としましてね、ここにネタバレの感想を入っていきたいと思います。ネタバレね、ご注意くださいというところで、まあ、ネタバレの感想としてはね、もうこれに尽きるわ。もうグエル君。やっぱスレッタが全部失ったみたいな、ね、話してね、なんかどんだけひどい目に遭うんやと思ったら、なんかそういうことね。
ミオリネの優しさじゃん、あれ。ねえ。なんかみんながスレ役だーみたいに言うからさ、なんかスレッドがまたえげつねみあったんかと思ったら、お母さんね、あまりにやっぱ洗脳がひでえから、もうちょっとガンダムこの戦いが晴らそうという優しさじゃないかよね。まあすれ違いがしっかりまた発生してても、ミオミオもさ、うわー、デリングの娘だなーってもうめっちゃわかるよね、この。そんな、もうちょい言い方あるやん、みたいな。でもやっぱこの不器用さが良くてさ、ミオミオの。うん、でまあスレッドもまあ、もうあんなこと、あんなもうね、もう仕組まれて負けたみたいな、あんな絶望的な事実、うん、でもうこっから降りろみたいなさ。で、エリクトに、まあエリーも結局さ、多分戦い、ってか遠ざけたいんですよね。うん、っていうのもなんか伝わってくる。ここに関してはまあ別にスレ逆っていうかスレ違いだなって思ったかな、僕は全然。うん。まあ、スレッタからしたらそれはかわいそうに決まってて、ちょっと辛いけどね、もちろん。うん。で、まあでもなんかやばいもんなりそうだね。これこそやっぱ、まあね、前回スレッタがラスボスになるかもって言ってましたけど、ちょっとそう、なんかやばい、ね、逆にこれ絶対逆効果だと思うんだけど。これプラスに働くわけなくない？絶対暴走すんじゃんね。あ、ちょっとマジで早く見てえなって思ってるんですけど、スレッタとね、ミオリネが前回かね、ついに感動の再会というか、感動のこう、久しぶりにね、あの、人殺しいからね、あの、やめなさいってあの、ハエタたちの披露からね、話したと思ったら、もうせっかり洗脳されてね、もう殺すのもいいんだみたいな、お母さん言っても全部正しいんだみたいな、もうやばいことになっててね、もうスレッタはもう進むなどころか、もう戻れというコメントまであってね、ああ、いいコメントだと思って見てて、そんな中でミオミオが、まあその、お母さんね、村ぐるつかみにかかるっていうところで、総裁はあなたがなったとかいう話があったわけなんですけど、まあその中でね、今回その、お母さん、プロスペラが、まあ、ミオリネがね、まあそのミオリネっていうかあの、スレッタとね、あの、グエルで決闘っていう話が、まあスレッタとエアリアル、うん、ね、あの、まあ、決闘っていう話が出てくるわけなんですけれども、スレッタとエアリアル引き離せなさいって話だったか、最初。うん。っていう中で、うん、まあそこの話から、まああの今回もグエルとスレッタの決闘とかに繋がっていくわけなんですけど、グエルマジかっこいいね、もうかっこいいすぎてさ、もうやばいね、あれ惚れたわマジで。いや、あんな嫌なね、なんやこいつと思ってからがもうただでさえ株上がったのに、もうとどまるところ知らないっていうか、どこまで株を上げればいいんだこの男はっていうね。もうほんと無限に魅力上がって、今回もエランにね、早速スレッタが迫られて、俺のこと好きなんだとか気まごで言ってやがってね、まあ実際好きっぽい感じでやってたからあれなんだけど、そっからさ、グエルが見事にこうエランを制圧して、キャーかっこいいグエルくんと思ったらね、こうスレッタにこうまっすぐと告白していくグエルくん、振られてもね、もうまっすぐな、もうかっこよくてもう惚れるわ、あれな、スレッタ OK しろよと思ったんだけど、まあミオリネもいるからね、うん、っていう中で、まあ、ミオミオもね、まあ、あの、こう、なんか、うまく、なんかタイミング、まあ、うまいんだかミスってんだかあれだけど、ね、あの、まあ、グエルと決闘しろっていう話をしていくわけですけどもね。うん、で、まあ、悪口とかもさ、あの、周りから言われて、すごい煽られてんだけど、もう動じないよね、グエル君も。あんな逆上してたらグエル君もいない。そんな中で、まあ、決闘が始まって、まあ、お父さん殺したトラウマだ。そんなまとも言ってるわけないよね。そんな中でそれを克服していく。かっこよかった、もう。グエル君に始まり、グエル君にも終わるというか、もうグエル君に尽きるというかね、いや、もうちょっと主人公すぎるなっていうのね、思いましたけどね。ガチかっこよかった。単発グエル君またええやん。何なんの彼、まあ、それみんなに好かれるわというかさ、それみんな応援するし、ジェターク社、グエルなら絶対再建できると。もうね、わかる流れ、今回ね、結果として、まあ、スレッタに、ね、グエルが、まあ、勝ったことによって、また向こう、ん花婿、花嫁、花婿になるのか、グエルがね。で、まあ、ガンダムの子、ってか、まあ、スレッタでね、ミオリでね、こう、サポートも受けれるということで、まあ、ジェタ役者はまあ安泰なんだろうと思うんですが、すごかったね。ちょっとスレッタとグエルの絡みはすごい楽しみにしたんだけど、まさかこんな形になるとは思ってなくてね。やっぱグエルがスレッタを助ける形になるんだろうと思ったから、ちょっとまさかの、まあ、ある意味助けてるのかもしれないんだけど、うん。ちょっとね、もう正直ちょっとグエル君の実力で勝ってほしかった感もあったけど、まあ、とはいえそこはね、ちょっと、スレッタ強すぎるなっていうのも改めて、うん、感じましたし、あんだけこう成長してグエル君もやっぱいいと思って簡単に倒していく。てか、むしろ殺しそうじゃなかった。なんかさ、このまま撃ったらグエル死ぬんじゃねえかみたいな。もう怖かったんだけど、まあ、ね。で、やっぱエリクトもね、本当は多分ウイルスみたいなのでさ、入れて止めたわけですけれども、あれも多分防げたんだろうね。うん、なんかそんな感じでしたよね。ごめんね、みたいな感じでしたけど。うん、そうだったね。はい、いやもう決闘でね、戦争ばっか見てね、もう決闘なんて甘っちょろいと思ったら僕は甘かったわ。すごかったわ、決闘もね。はい、いや、こっからスレッタがね、
ヤンヨシ展開来るのかっていう感じですけどね。でもちょっとなかなかね、厳しい展開でしたね、本当に。もうみよみよもね、あのキーフォルダーも返されちゃってさ、もうちょっとあれかわいそうだったな、あの時に。てか、みよみよ、ちょっとほんとマジもうちょいやり方あるで。ほんとかわいそうやったわ、もうなんか。まあね、やらしく言ったら情が湧いちゃうからね、厳しく言ってんだし、ほんとは決闘の中でもためらってたんだと思うんだよ、みよみは。でもさ、ね。っていう中でね。いやでもすごかったな、ちょっと面白すぎたっすね。見事だったね、いやグエル、まあね、ちょっとまあエリーのねなんかとこ見えてくる感じではありましたけれどもね、まあ、ほんとかなり強行策で、出ましたけどね。まあきっとね、なんかこれは悪い方に運ぶと思いますけど、どうなっちまうのか見ものですわね、これはね。はい、いやすごかったな、マジで。まあこっからちょっとどうなるのか本当に楽しみすぎますけどね。まあひとまずスレッタやばくて、もうグエルかもかっこよすぎるんでね、もうグエル総裁でいいかなというか、もうグエルが主人公でいいなと思ってるんですが、まあ、ちょっとこっからのミオリネとスレッタの展開もね、目が離せないですけど、まあでもね、やっぱまあスレッタでもかわいそうだったわ、まあ、ちょっとかわいそうだったね、スレジャク来ちゃったかなというところ、まあ、グエル君がでもかわいそうな度合いを超えてたんで、グエル君は本当にかわいそうな目にあったんで、スレッタは一応ミオリネのやり方はまあ正直あのね、あのやっぱ悪いというかちょっとやりすぎなんですけど、まあね、守るためですからね、結果ですね、っていう中で、まあ、またさらに事態がこじれていくかなと思いますけどね。もしこの先も楽しみすぎるなっていう、これちょっと面白すぎるね、ガンダムマジで。はい、すごかった、はい、最高すぎたなっていうところで、まあ次は1週間後、まあ、じっくり待って、じっくり考察してまたね迎えたいなと思います。はい、という感じで、今回の機動戦士ガンダム水星の魔女2期、第5話の正直すぎる感想、一切そのとこない感想は以上となります。ご覧いただきありがとうございました。ぜひ、ね、見られたらね、どの感想とか考察とかコメントいただけますと嬉しいですね。また次は再来週ですね、まあ、感想とかも力を上げていきますし、それでもね、本気の動画を上げていきますので、ぜひこの機にチャンネル登録、高評価もね、しますと嬉しいです。ということで、今回の動画は以上となります。ご覧いただきありがとうございました。